クレーブロンはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡に属す町チソン。このワイン町はシュトットガルト大都市圏周辺部に含まれる。クレーブロンはハイルブロン南部のツーバーゴイと呼ばれる地域に位置する。この町はツアーバー川の支流であるルイトバフハ川に面し、すぐ北には海抜220メートルから260メートルのシュトロムベルク山地がある。農業の主体は ブドウ栽培である。この町、あるいは、周辺のツーバー後一域一帯の象徴は、標高394メートルのミハイルスベルクである。クレーブロンに隣接する市町村は、西から時計回りに、牛グリンゲン、ブラッケンハイム、ベニヒハイム、ザクセンハイムである。クレーブロンは、ブラッケンハイムと共に、行政共同体を形成する。クレーブロンには、行政上の地区はない。 しかし、チリ上の感覚では、小集落、トレッフェントリル、カタリーネンプライジア農場、マーゲンハイム城とその農園、ミハエルスベルク居住区やノイマーゲンハイム居住区は、独立した地区のように思われる。クレーブロンは1279年に、クラベレンという名前で、初めて文献に記録されている。13世紀にマインズ選定校及び世俗のクアスタットに属した。 ミハエルスベルク周辺の辞書と権利は、これを引き継いだ、ドルシュ修道院から、クレーブロン土着のマーゲンハイ向けに与えられた。14世紀には、ビュルテンベルクがこの村の2、3を、ビュルテンベルクのクレーブロンとして獲得した。マインツのクレーブロンとして、マインツ選定校が所有した残りの1、3は、何度も担保に出され、1727年に、 マインズ選定校の宮廷長官にして、数密顧問官のシュタディオン・ハク・ヨハン・フィリップが獲得した。1785年には、このマインツ側の所領もビュルテンベルクが獲得したが、旧来のビュルテンベルクのクレーブロンと合併されることはなかった。両者は川で分割され、1811年からはアルトイコールクレー、ノイクレーと名付けられた。 1844年1月1日にアルトイコールクレイとノイクレイは新たな自治体クレーブロンとして合併した。クレーブロンにはプロテスタント教会がある。カトリック信者はギューグリンゲンのカトリック教会組織に属す。町役場クレーブロンの議会は12議席からなる。議会ではこの他に議長を務める主張が加わる。ズガラ、銀字で、 六本スポークの赤い車輪の下に緑色の水場のクローバー。車輪はマインツアラートと呼ばれるマインズ選定校の紋章の色を置き換えたものであり、何世紀にも渡りノりのレ例を統治したことを示す。クローバーは通俗語言説に基づき古くから使われており、17世紀初めの印象や標識石1684年の森林管理記録にも残されている。 ビュルテンベルクに属すアルトイコールクレーの最初の印象は1651年から1653年のもので蜜葉のクローバーとツルベイドを組み合わせた地口のようなデザインの上にビュルテンベルク領であることを示す鹿の角が横向きに描かれていた。その後の1715年から1759年の紋章にはクローバーの実が描かれている。一方、 マインツ領のノイクレイの1695年の紋章は、クローバーの上にマインツァーラートを描いた、縦型の上にミトラと四教杖が描かれていた。19世紀には、アルトイコールクレイとノイクレイとが合併した新しい紋章として、マインツァーラートとクローバーの紋章が1843年に定められ、同時に色の入れ替えも決められ、1919年に、 ビュルテンベルクの文書局の認可を受けた。クレーブロンの旗の色は、1956年4月25日に、緑から白と定められた。教区教会と牧師館トリップスドリルの入り口、ミハエルスベルクの麓には、遊園地、冒険広場、トリップスドリルがある。また、これに隣接して、ワイルドパラダイスシュトロムベルクがある。広さ77ヘクタールに、 約100のアトラクションと動物園や博物館がある。ミハエルスベルクでは、西暦1200年より以前から、ブドウ栽培が行われてきた。ここは、ビュルテンベルクワイーン生産地区分では、ビュルテンベルクウンターラント地方ホイヒエルベルク地区に属す。栽培されているブドウの種類は、典型的な赤ブドウで、レンベルガー、トローリンガー、リースリング、ケルナーである。 ほとんどの武道生産者はワイン生産者共同組合クレー・ギューグリンゲンに加盟している。広域道路網へはラウフェン・アムネッカー及びキルヒエン・アムネッカーから連邦道 B27 号線を利用する。公共の近郊交通機関としてはハイルブロンホーエハル近郊連盟のバス路線が通っている。廃線になったツーバーゴイ鉄道には隣接する。 ギューグリンゲンフラウエンチンメルンに駅があった。2011年にこの鉄道を再開するという計画があるが、2006年7月の報道によれば、この計画の実現は疑わしい状態にある。クレーブロンの出来事は、ハイルブロナーシュティンメの南西部版に掲載される。ありがとうございます。